どうもこんにちは。今回はですね、ひろゆきさんからの質問ですね。あ正確に言うと、ひろゆきさんが私に質問したわけではなくて、ひろゆきさんがなんかね、あのー、ライブ放送してるんですよで。そのライブ放送に視聴者さんが、令和新選組さん、山本太郎さんに対しての質問をしていて、それに回答してるところを、 久保さんどう思いますかっていうふうに、私の視聴者さんから問われたんでね、ちょっとその動画を確認した後に、あの私なりにね、えー、ここに解釈をつけようってかなと思ってます。えっ、ー、と、ひろゆきさんの動画の元ネタの切り抜いたやつだと思うんですけども、ちょっと動画概要欄に貼っておきますので、興味がある方はね、見ていただいてもいいと思います。そちらの方はね、3分くらいの動画なんでそんなに負担にはならないと思います。ただ、見なくてもいいように、その動画が、 どういう風な要点で語られているかってことを今、要約してね、お伝えします。えー、その切り抜き動画は4つのことについて、令和新選組、そして山本太郎さんについて、ひろゆきさんが回答しております。まず1つ目、本気で日本を良くしようとしているのかな、っていう風に、えー、ひろゆきさんはね、山本太郎さん、令和新選組に対して思ってるそうなんですけども、本気で日本を良くしようとしているに決まってますよね。あの、各政党そうなんですけども、これ9つあるね、政党ね、 日本を良くしようと思ってやってるしかないんですよ。ただ、日本の全体を良くしようとしているのか、日本の一部だけを良くしようとしているのかね。例えば NHK 党ってのは日本を良くしようとしてますけども、それは NHK から日本の国民を守るということだけでなんですよ。ですんで、外交政策ですとか経済政策っては別に異臭に入ってないんですよね。でも NHK 党の ま、公約が実現したら、NHK のスクランブ化とかね、公約が実現したら、一部の人は良くなるじゃないですか。少なくとも悪くはならないですよね。そういう意味で、日本の一部が良くなればいいよって人は、そういうふうな形で NHK 党に、ま、投票するのかもしれませんね。で、あとね、あの、自民党ですよね。自民党も、日本の全体ではなくって、日本の一部、特権階級や金持ち、ね、評伝、こういった、 あの、自分に有利なね、総科学会じゃない、なんで、どこだったっけな。統一協会ですかああいうふうな、自分のことをね、圧倒的な金と票で支援してくれるところは、良くしようと思ってるんですよ。だから、日本全体ではないんですよ。日本の一部を良くすると。その犠牲になるのが、日本の大半であるとどうでもいいわけなんですよ。で、レイラ新選組って、レイラ新選組ってのは、金持ちもなんとかなってほしいと。 でも金持ちを儲けさすためには今の税制とか経済政策じゃダメでしょって言ってるんでバランスが取れてるってことなんですよ。その辺私の考え方に近くって、要するに平均所得以下の方に対してどんどん底上げをすることによって全体が上がるよねってこと。だからトリクルアップなんですよ。で私もね、それを皆さんに分かりやすく伝えるために、生活保護の人にこれね、毎月毎月10万前後じゃなくて37万円与えたらどうですかって言ってるんですよ。 そうすると生活保護の方が37万円毎月もらったらね、多少貯金もするし、進学や習い事も子供たちにさせてあげれるし、今まで買えなかった服とかね、それからタンスとかねあの、食器、洗濯機とかね、そういうの買うじゃないですか。買ったらどうなるかっていうと、中小企業とか零細企業が儲かるんですよ。だからそこもどんどん利益アップになって、そこで働いてるブラックロードの従業員さんも、お、最近給料増えたな、休日増えたなってなるでしょう だん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 下から良くなるっていうのが私の考えるトリクルアップなんですけども、レア新選組の政策に似てるじゃないですか。金持ち、金持ちじゃない人、一日給付バーンと季節ごとするでしょ ?10 万とか20万。したら金持ちは税金で結局回収されるけども、お金のない人は税金がほぼかからないから、受け取った給付金のほぼが使えるわけじゃないですか。さらに消費税がなくなったらどういうことになるかっていうと、 今まで買うのを我慢してた国民の過半数が一気に買い物をすると。そしたら、大手企業も還付金なんかに頼らずにね、消費税の孫受け、下受けとかに押し付け、こういうのに頼らずに、まっとうに自分のところの商品が売れるから、きちんと商品利益で稼げるじゃないですか。だから消費税がなくなったら、ゆくゆくは大手企業だって、お、消費税がないおかげで出すもん出すもん売れるなと。還付金なんて別にもういらねえよ、みたいなね。実体経済を動かすことになるんですよ。 還付金ってのは実体経済じゃないですからね。方便で金をつけただけなんですから。財政出動をちょっとしただけなんですよ。でも実体経済を売る。つまりは商品やサービスとかはね、物体が売れることによって、みんながまたね、物がない人には行き渡るし、で、えー、どんどんね、豊かにもなっていくっていうことになるんですよ。だから日本を本気で良くしようとしてる。えっ、ー、と、経済政策からレア新石目は良くしようとしてるっていうところなんで、そこがね、あの、ひろゆきさんの 日本を良くするっていうのが別の方面ですよね。例えば国際化とかね、グローバリゼーションとかなんか大手企業をもっと稼がせるみたいなところに、ひろゆきさんが日本を良くするっていう考えを置いてるんだとしたら、令和新選組の日本を良くする。つまりは中間層以下に対してもっともっと応援したいっていうところとは相入れないかもしれないですよね。えー、つまりひろゆきさんもね、結局自分の能力で這い上がってきた人だけが好きで、あの自分の力で何ともできない人をやっぱりね、馬鹿にするわけなんですよね。 うん、まあ、バかにするのはまあ自由なんですけどね。そんな感じだと思います。で、二つ目。あの、令和新選組の経済,経済政策が可能なのかなっていうふうに、あの、やっぱりね、えー、その動画の中でも語られていたところ、ちょびっとあったんですけども、経済政策が可能かどうか、これは分かりませんよ。ただ、分からないから、シミュレーションして、それに即した行動をとっていく、そして資本注入していく、うん、そういうふうなことがつながると思うんですよ。 実際、じゃあ自民党の経済政策うまくいったんですかって言ったら多くの方から絞り取ってそれを金持ちにはいどうぞってあげてるだけでしょで、お金持ちは余ったお金をこう買うものがないですからもうすでにね。何買うかって言ったらバーチャルな証券や債券を買って日経平均株価が上がってるというね。こんな恐ろしいね、バカな価値観の付け方してるわけですよ。でもこれが経済政策なんですかね。うん、だって株なんて持ってる人って一部ですからね。 その人に対して経済政策がうまくいって、その代わり株価を上げるために犠牲になったね、ブラック労働とかが抜古するわけでしょで、貧困で自殺とかになってるわけじゃないですか。じゃあ、若者10代、20代、30代、死因の第一が自殺。これ、経済政策がうまくいってるんですかね自民党の30年。もう殺人政権と言ってもいいですよね。間接的に若者を殺し続けたのが自民党だと思いますよ。はい。で、3つ目。あのー、山本太郎さんがね、なんか、 いいろんんんなことを目立つためににやってるっててううてるるうさ見ですよでしかもね NHK 党の真似をしてみたいなことが言ってるんですけどもちょっとだいぶ的外れで NHK 党が目立つためにやってたのは立花さんがまだ一人の時ですよ炎上商法をやっていたって言いましたからねで立花さんはその後 NHK 党のね方針が固まってきた時に目立つためにあれこれやるのはやめましたと第一そんなことをやっても誤解されるばかりなんでこれからはね真面目に、えー、一つ一つ皆さんの分かりやすい形でやっていくと だからきちんと NHK に裁判を起こすし、まあガーシーみたいな爆弾を送り込んでね、そして暴露っていう形で政治家の悪行とかね、それからあ芸能人とどう繋がってるかってことをつぶさにやっていくし、NHK 党の郵便法違反とかもね、これも暴いたわけじゃないですか。NHK の郵便法違反なんて NHK 党以外どこもやらなかったわけですよ、ビビっちゃって。でも NHK 党は国民のために捨て身で自分の立場なんで金繰りしてて、特に立高隆さんは あの国会議員じゃないですからね政党の代表であるだけですからね普通の人ですからしかも自分の懐から生活保護の方にお金を送るとかね冷蔵庫を送るとかね設置に行くとかそういうことしてるわけですよ目立つためにやってますかねこれっていうか目立ってますかねそんなに <laughs> うんだからね目立つためにやってるっていうのはちょっとねあの当たらないしましてや令和新選組が山太郎さんが NHK との真似をしてるってことはないですよ全然まねでも何でもないしかぶるところなんて全くないわけですよ だから、ひろゆきさんが言う理論ってのは、だいぶ的外れかなと思いますよね。しかも、目立つためにやっているっていうのは、非難されることではなくって、とりあえず、私たちの政党はここにいますよっていうふうに目立たせないといけないんですよ。経済政策で目立つとか、あの、岸田総理とかね、あの、与党と5部で張り合う国会演説。令和新選組以外は見る価値がないぐらいレベルが低いじゃないですか。それから、立憲民主党のぶら下がりとかありますけども、視聴者さんほとんどついてないですよ、立憲民主党。 チャンネル登録が私以下ですからね。あんなね、国政政党が公に日々国会の後でぶら下がりを放送して誰も見てないとかね。<laughs> そんなところよりも、令和新選組の放送は数万回も数十万回も再生されますし、切り抜き始め数百万回っていうのが乱発してるわけですよ。特に山本太郎さんはあちこちでいろんな外旋をしてますからね。その全てが人気ですよ。で、多くの人の疑問質問に直接答えてますからね。 他のビビった国政政党何なんだろうと思いますよね国民民主党の玉木さんなんてのはなんかね部屋で鍋つつきながら国民は血を流す覚悟ができていないとか言いますけども国民に血を流させないために国会議員がいるんでしょって全然分かってないですよねこの人もねあの本当に玉木さんってクズなんですよ人間として最悪の人間ですからねそんなことをよく放送できるなってしかも何の疑問もなくねもう国民を 自分よりも先に血を流すね。うん、なんか、ボディーガードとでても思ってるんですかね。何を考えてるんだろうかと。という怒りがね、込み上げてくるわけですけども。まあ、令和新選組は、目立たないといけないところはあるんですけども、そんなね、乱闘だとかね、妙なことで目立とうと思ってるわけではないんですよ。必要に駆られて仕方なくやってるわけですよね。それを目立つように、しかも悪目立ちするように切り取っているテレビメディアなんですよ。そのテレビメディアを未だに見て評価しているひろゆきさんの。 ちょっとね、あの情報の取り方が私とは違うなってことを感じさせますねえそれからねあのー、ひろゆきさんがこの動画の中でも言ってるんですけどもあの暴力的に、うん、なんかその採決に対して口を出すのはやっぱ良くないよねって言ってるんですよそれは一見正論なんですよでもひろゆきさんね山本太郎さんが、まあ、いわゆる入管法でダイブをしたとかなんとかっていうのに、あのー、気を止めて言ってるんでしょうけども山本太郎さんが何であれをやったかっていうのの理由の一つは歴代 与党野党がずっとそれを国会でやってきたわけでしょだからそれと同じことをしてあこの程度は認められるんだなってことで慣例に従った行動をしただけなんですよなのに今回ねひろゆきさんだけではなくてあらゆるところが山太郎が暴力だとかいきなり言い出したんですよねだからね自民党もそれから他の民主党もね 今国会内ではずーっと行われていた乱闘騒ぎとか監禁とかね、浜子さんの老石とかね、ああいうの皆さん忘れちゃったんですかねああいうのをずーっと歴代続いていて、それを見て育った私たちは、あ、国会ではたまにああいうこともあるんだなって、それ思うじゃないですか。ヤジも未だになくならないでしょヤジは違法行為ですからね。でもあれが、懲罰委員会にかかってますうん。だからその範囲内で山本太郎さんが行動したら、 山太郎さんだけがね、うわぁ、なんか、懲罰だとか言ってね、何なんだよっていうところじゃないですか。だから、ひろきさんもね、あのー、暴力的にことを解決しようとするのは良くないよねって。あのー、屈強な人がね、俺は俺俺の言う通りに決めろって言って、ずかずか入り込んできたら、それはダメでしょうっていうのは、それはその正論なんですよ。でも、正論が今まで行われてこなかったから、慣習の方が優先して、その慣習に従って、山太郎さんがやったら、いきなりね、皆さんね、常識的なことを言い出すわけですよ。国会の品位を、なんか、 スイッチリさせたとかね、根幹から揺るがすとか言ってね、言葉ばっかり踊ってるんですけども、その習慣を作ったのはお前たちだろうということなんですよね。まあ、ひろゆきさんも勝ち馬に乗ってね、山本さん暴力よくないっすよとか言ってね、全然わかってないと。あれが暴力ですかね <laughs> 本当にね、暴力受けてたのはね、どちらかというと山本さんによな気がしますよ。はい、ということでね、えー、今回はひろゆきさんのなんかね、お問い合わせが来ましたんで答えてみましたけども、うん、あの、やっぱりあんまりね、あのー、悪い影響を受けますね。 さんの動画を見てるといかにも正しいことを言ってるようであってこの世の中ね正論で成り立ってるわけではないんですよ多くは感情で成り立ってますからだから優しく、うん、相手のことをねおもんぱかって人をバカにしてねでそこに正論をくっつけて論破みたいなことを喜んでるようなねそんなねあの後ろがない人間にはなってほしくないですよねやっぱりね 思いを正確に言葉にして説明するのが得意な人ってあんまりいないんでその気持ちに寄り添っていくのが相手の目線になるってことじゃないですかなんかね自分だけが物事わかってるようなフリがして安全圏からね、うん、なんかちょこまかとくだらんことやる暇があったらちょっとはねまあ日本の役に立つようなことやってくださいよで質問の最初にありましたけども何山本さんが本気で日本を良くしようとしてるのかなって 人のことはいいじゃないですか。お前が日本をよくしようとしてるのかな最近は小学生でもね、それあなたの感想ですよねとか言ってね、完全に悪影響ですよ。あまあ、ひろゆきさんみたいなね、人の番組を、まあ、私は見ないことをお勧めしますけどもね、あの NHK とかね、あの、悪いテレビ番組と同じですよ。判断力のない人とか、扱いきれない人は、あの、くだらないね、なんかこう、人ばかりして遊んでる人の言うことはあまり聞かない方がいいかなと思いますよね。 あのやっぱりこう人間には、ね、質ってものがありますからなるべくなら質の高い人間に学んで質の高い人間になっていきたいかなと思います私も偉そうな人間ではないんでねだからなるべくあのまあスラングっていうんですか悪いものには紛れずにな,なんかね自分の信じるものとかね、うん、なんかこの喜ばれる人間になりたいですね人をバカにして喜ばれるような人間になりたくないです人を尊敬して尊重して いろんな考え方からね、あのー、他者に対して、誉れを授けて、それで喜ばれるような人間になりたいんですよね、うん。確かにね、あのー、お笑い番組じゃないですけども、人を叩いたり汚したりすれば、なんかお笑いが取れるんですよ。でも、そういうの、そういうのが幸せにつながるんですかね。まあ、ダウンタウンじゃないですけどもね、すぐに人をバカにしたりとかね、後輩芸人にパシンとされたりとかして、 なんか卵ぶつけたりとか喜ぶでしょ視聴者さんも喜ぶでしょ私は気持ち悪いばかりじゃないの <laughs> 真面目に生きろと <laughs> 私が言うことじゃないですけどねはい長くなりましたすいません